弱すぎない？首わかんない、どこのか知らない。開けるよな。違うの、クッションでいい厚みなの。ぐらい置かないといけないんだけど、そのそんな厚さのあるものがない。どうしようね、だんだん下向いていってるよね。なんで？え、元のね、クッションが映りすぎてるな。マジで難しい。ちょっと斜めだけど。ちょっと斜め。あ、いいんじゃない？これでライト、あ、ライト使ってる。ライトが、ライトがついてるやつなんだけど。びっくりした。今日初めて使ったのね、これ。こんな風になると思わなくて、この携帯の重みに耐えれないっていう。じゃないか。まだ切ってない。櫛どこやったっけ。あれどこやったっけ櫛。やば、一瞬で触ってた。どうしよう、めっちゃなんで、あー怖い。めちゃめちゃタブレット、いやタブレットじゃない、タブレット挟めないんだよね。こうタブレットさ、タブレットだらでかすぎて挟めない。携帯、スマホ、スマホでかすぎて挟めない。持ってないんだけど、タブレットちょっとでかすぎて挟めないかな。切ろうかな、時間があれば。切る時間が、アイロン、そう、普段はいつも違うやつしてるんだけど、今日なんとなく新しいのがなんかあったから、なんかめっちゃ弱くてびっくりした。びっくり、初めてなんだけど。壁際ではない。でもこれ、これもまあ壁際っちゃ壁なんですよね。下がろうと思ってもここまでしか下がれないけど、壁
壁際っちゃ壁際今だけど壁クッションがあるからやっと耐えれてるスマホスタンド窓もあるけど壁もある後ろ壁ここだから距離感と思ってこう下向いてたらさそうなんかスマホのスタンドもさだんだん下がってきててさ気づかなくてパッて画面見たらめっちゃ下向いて最近前髪伸びたからアイロンがすごくしづらい表面はできるのアイロン難しい長いからちょっと4月3日のコンサートのことだよね。楽しこれびっくりしたやばすぎてさっき配信始める前にそうつけたこれしお父さんに直してもらったいやあれじゃなんだっけ。だからもう守ってないあれ。でそんなにそうなんかねすごいねなんか使えるっちゃ使えるんだよ。部分とこう。足の部分が そこがね取れちゃっててそれをつけてもらって直してもらったんだカポカポ外れるようになってこう取れたりするから買い替えた。カバンは直せないかな。カバン？ああ、いやあれは無理でしょ。あれはこの間壊れたカバン。あれはね、なんかすごい。ハンドメイドとかが得意な人じゃない。あの壊れ方は無理だよ。パーツが壊れてるから。あれはね。切って新しいパーツを取り布なら縫えるけどああいうさカバンのさっていう布じゃなくってさああいうのだとああいうの素材は縫えないでしょなかなか
ミシンないし使わないから、いや無理でしょあれは。そうだからもうあれはもう直すの肩ひも、そのショルダーの部分だけを皮みたいな、そうな皮、うん皮みたいなやつかな。あれはそこの部分だけね、売ってるから探せば。ちょっとあれはもう無理だよ。あれは無理だよ。新しいバッグにし、ああ新しいバッグ、新しいバッグにはし、結構もうしてない。クロコンはね買ったことないかも。透明なやつをつけてる。じゃないと見えない。カラコンはつけてないよ。めんどくさい。コンタクトもさ、いつもお店で買ってるんだけど、ネットじゃなくて。お店で買ってる。そのなんかカードみたいなのを出したら、そうなんか、そう何も言わなくても。同じ種類の同じ度数のそう楽だから。その面倒くさくて普通のコンタクトしか買ったこと、多分カラコン持ってるんだろうけど、いや視界の色は変わんないと思う。そのなんだろうな、そのなんかこう見えるところ部分はカラーはついてない。ないんだけどね。つけたことはないんだけど、合ってない？どう？コンタクト合ってる？今つけてるやつは。どう？うん、メガネはずっと買い替えてない。前はどう？度数変えずに買い替えて。やり直すのがあんま時間なかったし。メガネはあんま合ってないかもね。ずっと。家にいるときしか使わないから。左右で白く、左右で白く違うよ。あらさ、すごい邪魔だ。乱視も多分あると思うけど、もうわかんない、なんあった気がする。そう、メガネ好きじゃないんだよね。メガネかけてる自分も好きじゃない。邪魔だから。そのここにあるのがすごい、
メガネはね、一番そうだから好きじゃないんだよね。そう、なんか外出るときはコンタクトのメガネも、なんかがないと絶対コンタクト。かもしれない。私の家でね、コンタクト妹と弟だけ、みんな逆にコンタクトがめんどくさいって言って水泳の時もコンタクト、水泳の時もかけするから、知らないけど、なんか ずっとかけてるわけじゃないんだけど、メガネ使ってただったからメガネが見るときとか。中学生からこんじゃないよ。普通裸眼状態、メガネとかしか本当にかけてない。そのなんか授業中はかけないとちょっと見えづらい。ガラス。今度こそメガネで。そう、メガネ好きじゃないんだよねとか。そうだから。しかかけなかった。上がってるから、今はその今じゃ無理だろうけど、
持ってない。でも本当にメガネは好きじゃない スポーツ系部活してるとメガネできない。私の時は なんかスポーツ用のメガネってのがあって、それかけて3人ぐらいいてね、同い年の子で、目悪い子が。だからメガネでやってる子もいた。そのなんか普通のメガネをかけてやってる子もいた。さあこう画面に当たっちゃったら私はメガネかけてやったことないけどね。あれ授業中しかメガネかけてなかった。なんかとなんか本当スポーツ用のやつ、そう眼鏡かけてる子はいて、バレーは。あのやつは知らない。私はしてないけどね、好きじゃなくて。他のは知らない。ドラマじゃないの、配球面白いんだけど。したくなっちゃうか見てない冬はついてくない。バレー冬は、うん、痛い。冬は痛いよ。な慣れてても痛い。寒いからそう痛いんだけど、そうでも慣れるかな。うん、体が温まるまでは痛い普通に腕赤くなったりするけど、寒さで。そうだから最初の温まるまではずっとなんか上にスウェットとか着て、上着とか着てバレーしてる。痛いから痛い。そうなんかレシーブとかしづらいんだけど、すごくここに布があると、この腕に布があるとしづらいんだけど、寒いから、寒いし痛いから、そう着てたら寒く、ちょっとは寒くないし痛くないから、そうしづらいけどレシーブ。なんかこういうスウェットとか着て最初やったりとかする。全部オーバーで拾う。え、オーバー嫌いなんだよね嫌い苦手なんだよね。めちゃくちゃ苦手オーバー。オーバ
苦手苦手すぎて方法レシーブにしちゃうえ、もう本当にオーバーしか使えない状況あるじゃん。なんか使えないって時はするけど、基本レシーブサポーター的なのしちゃダメ。サポーターえしてもいいよ、別にしても大丈夫。サポーターえ、サポーター肘サポートがやつなんか しない人もいるけど、しても大丈夫だよ。アームカバーとかのことかな。アームカバーもしてる人いる。私はしたことないけど、オーバーは苦手そうオーバー苦手で、もっと練習してたらできるようになったんだろうけど、もっと普通に。そうオーバー苦手だったからずっとレシーブで練習しててそうだからもうしない。あ、そんななんていうの、その絶対しないといけない状況にならない限りしない。セッターっぽいってよく言われる。セッターっぽい、いやリベロ、リベロって言われる。セッターあんま言われないかも。セッター、セッターなんて一番したくないよ一番苦手だよ。だってオーバーしたくないんだもんなんかレシーブのスペシャリスト、そこまではいかないけどレシーブの方が得意だね。オーバーだって苦手だからレシーブ、そうだね。リベルやってるってわけじゃない。リベルはしたことはないんだけど、そのなんか部活では、社会人のクラブでは、そのクラブチームはね、ここのポジションっていうのが決まってなくて、その試合ごとにいる人によいる人で、じゃあここに入ってみたいな。人数が少なかったら、その6人6人じゃん。7人いたらリベロができるけど、1チーム6人だったらリベロが入れられないから、そういう時はリベロなしだからしなかったり、7人いてもリベルしないこともあるしみたいな。だからその時によるんだけど、本当にセンターすることもあればライトすることもあれば、レフトはあんまないかな。 そんな感じ。小中はライトか、ライトバック、レフトバック、小学校か、それはライトバック、レフトバックで、中学校はねすぐ辞めちゃったんだよね。だからあんまり先輩がいる間に辞めちゃったから、あんまり試合に入るって感じじゃなかったんだよね。でもバックが多かった。そのライトバック、レフトバックに途中で入るみたいな感じ、最初から入るって感じじゃなかった。その2、3年生がいるから、そう基本その先輩が入るからさ、交代。7人いればリベロ確定。私が？いや、7人いてもリベロしないことも普通にある。その時にあるって感じかな。毎回ポジション違うの大変そう。いや、意外とそんなに大変じゃない。なんかその時にいる人によって、チームにいる人によって、チームの決め方もグッドッパーで分かれて決めるみたいなそんな決め方だから、本当に誰となるか分かんないんだけど、 その人によって、そうなんか動き方変えたりとかするから、そっちの方が大変かな。そのポジションが変わるから大変っていうより、チームのいる人によって。私基本ブロック飛ばないのね、そのチームの人に任せてるから、ブロック飛ばないから、
高いしネットなんか小中の時よりか高いから飛ばないんですけど基本そう飛ばないからそうブロックの時に公園に下がるのかそれともブロックカバーに行くのかみたいなそれそのチームの人によってだいぶ変わるからそっちの方が難しいかなでもうんなんかやってて感覚でみたいなだんだんうんそれに合わせていくみたいな感じ最初大体忘れてるからさそんなの覚えてないからこの人の時はこうだよみたいな覚えてないからさブロックできえブロックはしたことはあるんだよ小学校の時とかブロック飛んでた中学校はあんまり試合に出てないっていうのもあるんだけどそう2年生の途中ぐらいでやめちゃったんだよねだから先輩がいる期間でやめちゃったから最高学年になる前にやめたからそう3年生とかが普通に何人いたかなでも6人以上なぴったりぐらいいたのかなそうだから自分たちが出るってより先輩が出るからピンチサーバーで出たりとかあとは試合の途中に誰かと交代して出るぐらいだからレギュラーで出ることがなかった出てる人いなかったと思う多分後輩でだからそうだから中学校あれなんだけど小学校の時は小学校はあのローテーションがないのねそうだから最初から前衛として出ない限りブロックで飛ぶってことがまずないのそうで前衛の出るチームのメンバーは大体決まってたからそう私はいつも後衛が多かったんだけど前衛で出た時はブロックも飛んでたうんあんま出たことない後衛の方が多かったスパイクよりもレシーブの方が得意だったからそう小学校はローテない中学生からローテーションがあるだから小学生はリベロもないし中学生からリベロがあるそうだからそうあんまないけど前衛で入ったこと小学生の時時々ぐらいしかないんだけどでも隣してたその出た時は前衛でブロッククラブチームはネットどうなったかさ、いつもどれぐらいだっけな。でも多分なんか測ってやるって感じじゃない。なんか測るやつあるんだけどネットの高さ、あれじゃなくってそのポールに書いてるんだけど高さね。それを見てあもうこのぐらいかなって言っていつも上げてるんだけど、私はいつもやってないくて、そうクラブチーム違うことが言ってるんだけど、だから日によって大体だからさ、日によって若干変わるのね。そんなぴったりでやってないから、あ、5時分ありがとう。だからどのぐらいなんだろう。高校の女子よりちょい高いぐらい。多分男子高校の男子バレーの高さよりかは低いぐらい。うん、大体本当にそのうんそんな感じの。ガチなところじゃない。そう。じゃあランキング見ますね。いつもそんな感じ。だからわかんない高さあんまり知らない。13位からランキング見ます。13位ピンクカメオさんありがとうございます。と12位佐々木俊介学校 AKB48 福岡聖直さんありがとうございます。11位ムムさんありがとうございます。順位 WY アトマーク影の守護神さんありがとうございます。9位ソランさんありがとうございます。8位トッシーベビースターマンさんありがとうございます。7位バドニーさんありがとうございます。6位筋肉愛好家さんありがとうございます。
ウィン香港の春マートマーク京香おじさんありがとうございます。4位ジョークスノーさんありがとうございます。3位ラスカールアットマークタムタムさんありがとうございます。2位グランツさんありがとうございます。そして1位がラボーナさんありがとうございます。ありがとうありがとうございました。明日もこのぐらいの時間帯かな、11時とか。多分11時ぐらいかな、多分どのぐらい。明日前髪切る時間あったら切ろう、若干長い若干だけど切れたら、時間がなければ切れないけど、そうなったら黄色。あ、そっか、明日400日なのか。400日って結構変わんないのかな、わかんないでも今日変わってないってことは変わん、いや違うか、変わるかわかんないや、変わりそうだけど。多分多分変わる、分かんないけど普通配信、うん、普通に配信する予定はしたもんいつも通りゆるく配信する予定です。ケーキ買う、ケーキ買ってもこの部屋、この部屋でする予定なんですけど、明日もこの部屋はね、そう、ご飯食べれないいや食べてもいいんだけど、食べたくなくて、誰も食べてないから、そう、虫が出ちゃうと嫌だから、そうだから、うん、明日は買わないかな。買っても配信外で食べることになるつまんない。あ、やばい、もうちょっとだ。本当に絶対前が時間切る、時間あったら切ろうなんか邪魔だ。じゃあもうちょっとで切れちゃって、明日も11時ぐらい、このぐらいの時間帯です。いつもね、いつもの部屋ね、今できないんだよね配信、いつもの部屋できない、この部屋しか砂から食べれない。あ、やばい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 、あとちょっとだ。ありがとうございました、おやすみなさい、また明日、傾いてるおやすみなさい、バイバイ、ありがとうございました、おやすみ。